私は高校生の時に大村市のことについて調べていて、大村市の行政や自然環境など全然知らないことばかりで、もっと大村市のことを知り市の発展に貢献したいと思い大村市を希望しました。私は市民課の窓口グループに所属しています。住民票などの証明書の発行や住所変更、国民健康保険加入創出の受付、出生届や婚姻届などの戸籍届での受付を主に行っています。窓口業務を行っていると市民の方からよく相談を受けることがありますが、その方々によって状況が異なり悩まれていることも違うため、その方が伝えたいことをしっかりと聞き取り、その方にとって一番必要な回答をすることを心がけています。お客様がその回答に納得されて対応してくれてありがとうと感謝の言葉をいただいたときは嬉しく思い、やりがいを感じました。なんといっても景観の良さだと私は思っています。大村桜や菖蒲など様々な種類のお花見が楽しめるところが大村市の魅力だと思っています。皆さんも最初は不安があるかと思いますが、一緒に頑張って成長していきましょう。長崎空港や高速道路のインターチェンジがあり、西九州新幹線などの交通網を生かしたまちづくりや住民目線でのまちづくりに携わりたいと思い志望しました。私は上下水道局下水道工務課の計画グループに所属しています。統計調査資料の作成や工事の設計、発注、開発に伴う雨水・汚水設備の確認等を行っています。女性の土木技術職員は全国的に増加しつつありますが、大村市役所では私一人です。最初は不安ありましたが、優しい上司や先輩方のサポートを受けながら日々多くのことを学ばせていただいています。このようにして働く中で得た経験、知識をもとに問題を解決できたときにはやりがいを感じます。大村市は都市機能と自然が調和している美しい街で、とても住みやすいのが一番の魅力だと思います。上下水道局で働いているといろいろな要望を伺う機会も多く、どうすれば解決できるのか悩むこともたくさんありますが、考えたことが形として残るやりがいのある仕事です。より良い街づくりができるよう一緒に頑張りましょう。私は市役所に入る前に金融機関で働いていました。当時地元への熱い思いを持った多方面の方々と出会い、お話をする機会がありましたが、いつも地元の人や会社のための街づくりの話で盛り上がりました。そういった話を繰り返すうちに、私自身が街づくりに直接関われる仕事に就きたいと思うようになり、大村市を志望しました。私は予算編成業務などを担当しています。大村市は年間を通してたくさんの事業を行っているので、そのすべてを行うのに必要な金額と市の財布の中身を見比べ、無理のない予算編成になっているかを確認するやりがいのある仕事です。市役所の仕事は幅広く、業務中に取り扱う情報の量も多いです。また組織で仕事をしているため、仕事を進めるときには必ず上司と話し合って仕事の方向性を決定することになります。限られた時間の中で複数の仕事を進めるために、必要な情報を簡潔に伝えることが大切だと感じています。大村市の魅力は暮らしやすいところです。住宅エリアから商業エリアや山、海が近く、買い物も遊びもすぐできるので、とても暮らしやすいです。大村市役所で働いている姿をイメージしてみてください。イメージしていると市役所で働きたい気持ちが強くなってくると思います。その熱い気持ちで一緒に大村市を盛り上げていきましょう。私は生まれ育ったこの大村市が生き生きと暮らし続けることができる活気ある街だと思います。一度離れた方がまた戻ってきたいと思える街づくりに貢献したいと思い、大村市職員を志望しました。私は国保健康課の新型コロナウイルス感染症対策室に所属しています。接種券や同封されているチラシなどを作成したり、その発送にかかる業務を担当しています。市職員として働く中で一番求められる力は、
周りと協力する力だと感じています。職員として業務を行う中で大変なことはあるかと思いますが、周りの同僚や上司、時には市民の皆様と協力しながら業務に臨んでいただければと思います。私は大村市の魅力は交通の便の良さだと思います。大村市は空港や高速のインターチェンジなど都市インフラが整っているため、県内外へのアクセスがとてもしやすいです。2022年9月から西九州新幹線が開業され、より一層大村市は住みやすい街になっていくと思います。大村市職員として働く中で皆さんの力の基礎になっていくのは今まで培ってきた技術や経験だと思います。皆さんのその技術や経験を最大限生かすことができれば、大村市はどんどん発展し続けていくと思います。一緒に働ける日を楽しみにしています。